皆さんこんにちは。夢プラット荻スタッフのむっちゃんです。はっくんです。この番組は夢プラットで開催される主なイベントを紹介します。今回は荻高校放送部さんとあっくんむっちゃんで紹介させていただきます。ぜひご覧ください。荻高校放送部2年の倉地智恵です。8月1日から9日まで1階ギャラリーで開催される荻市役所企画制作課主催の知覧特攻平和会館パネル展についてご紹介します。荻市と友好姉妹都市である鹿児島県南九州市と連携して知覧特攻平和会館が所蔵する特攻関係資料のパネル展を開催します。知覧特攻平和会館が所蔵する資料の中から特攻隊員が書き残した遺書や手紙など関係資料を展示します。ぜひお立ち寄りください。お問い合わせは企画制作課の0952-376115 0952-376115 へご連絡ください。また8月9日の11時より1階大会議室で開催される知覧の語り部平和を語り継ぐも開催されます。若くして戦場に飛び立った隊員の思いを知覧特攻平和会館の語り部が伝えます。平和の大切さ、命の尊さについて改めて考えてみませんか。入場料は無料で定員は50人の先着順になります。お問い合わせは荻公民館 0952-73-3215 0952-73-3215 にご連絡ください。荻高校放送部2年足立梨紗子です。戦争体験、シベリア抑留の経験を語る講演会のお知らせです。8月6日14時から夢プラット荻3階会議室5で開催されます。講師は佐賀市の堤一次さんです。第二次世界大戦後、満州にいた多くの日本人約57万5千人がソビエト連邦軍によりシベリア、モンゴル等に強制連行され、零下45度以下になる極寒の地で森林伐採、炭鉱作業、農作業等強制労働を強いられ、想像を絶する飢餓、寒さ、強制労働により多くの日本人約5万5千人が亡くなりました。実際にシベリア抑留を経験された堤一次さんにその当時の過酷な状況、生きるための考え方などを語っていただきたいと思います。平和の尊さ、ありがたさをしみじみ感じていただけると思います。入場料は無料、予約は不要です。連絡先は吉沢さん 0908760-7920 0908760-7920 にご連絡ください。8月7日に1階西九州大学サテライト教室で開催される介護・認知症予防のための基礎知識につきまして、西九州大学リハビリテーション学部の長尾先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この講座について教えてください、はい。私の担当する部門は生活とからその障害をどう絡んで対応していくかということをお話しさせていこうと思っています、はい。実は生活環境を使っている道具、さまざまなものがありますけれども、はい、それの変化が実は生活の新しい機能障害を生み出しているところもあるんですね。昔は例えばここにテレビのチャンネルを持ってきたんですが、昔々のチャンネルをこうやってカチャカチャと回すことによって、はい、チャンネルを変えていたんですけれども、はい、もう今時この手のテレビは見かけないですよね、はい、昔々のドラマにしか出てこない、はい、で最近はもうこういうリモコンが普通になってきてます、はい、でこのリモコンもこの程度の大きさのものから、もっとこんなちっちゃなものにいろいろありますよね、はい、で
昔の年寄りがだんだん目が見えなくなってくると、はい、このリモコンでも使いにくいですね、はい、でこの例えば昔のリモコンだと見なくても何回回したらちゃんチャンネルになったってもうイメージがあるわけですから視力全然問われないんですよね、はい、でそれは新しいあの年寄りにとっては全然障害にならないのにこういうものが出てくると障害になるというふうな変化があるんですね、はい、でこういうものをやっぱり生活用具という視点から、どういうふうに生活障害を予防するかということのお話ができればと思っております。もう一度イベントの日付とお問い合わせ先を教えてください、はい行うのは8月の7日、月曜日ですがの13時から14時半という時間帯で、やらせていただきます、はい、ちょっとあの生活文化の視点からのアプローチなので治療論という発想ではないんですけども、はい、原点はここを見据えたところから始まるので、興味のある方はぜひ来ていただければと思っています。よろしくお願いします、はい。最後にご覧の皆さんにメッセージをお願いします、どちらかというと認知症というと治療という発想に最近強くなってきてますし予防というと訓練という発想になってきますけれども、はい、生活の中で予防する視点がたくさんあるということを皆さんにぜひ、理解していただければなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。西九州大学リハビリテーション学部の長尾先生にお話を伺いました。ありがとうございました。8月2日8日23日に1階西九州大学サテライト教室で開催される触って感じて福祉の体験をしてみようについて西九州大学健康福祉学部の岡部先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どのような体験ができるか教えてください。はい今回ですね、触って感じて福祉の体験をしてみようということで、計3回の、プログラムを用意しています。1回目はですね、8月2日に、コミュニケーション編ということで普段、みんな友達とですね話しているようなことについて少し考えてみようかなと思います。2回目の、バリアフリー体験に関しては、8月8日に行いまして今日、持ってきてますけれども車椅子バスケット用の、車椅子であったりとか普段、高齢者とか障害者が乗っているような、車椅子もですね、持ってきてみんなで、バリアフリーの体験を、してみようかなと思います。で3回目は8月の23日になりますけれども、これはブラインドウォークということで、目隠しをして、この夢プラットの中をですね少し歩いてみて、どういうふうな、バリアがあったり危険があったりということを体験してみようかなと思っています。もう一度イベントの日付とお問い合わせ先をお願いします。はい、イベントの日付はこちらの方にありますように8月2日、8月8日、8月23日いずれもですね、小学生を対象として、10時半から12時までやっております。お問い合わせ先につきましては西九州大学グループ地域連携センター電話番号の方が 095237-6289 になります。事前の、申し込みでよろしくお願いいたします。最後にご覧の皆さんに PR をお願いします。この講座はですね、小学生が対象となってまして、受講料は無料となってますので夏休みを使って、みんなで遊びに来てください。待ってます。夏休みということもありますので小学生の皆さんお待ちしております。西九州大学健康福祉学部の岡部先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。8月11日から20日まで1階ギャラリーで開催されるふるさと小木の情景写真展につきまして小木社友会の柴田さん、黒岩さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずこのふるさと、小木の情景写真展ということなんですが、どのような写真を展示されますか。はい夢プラット小木が開館して今年で2年目になりますけれども昨年から、ふるさと小木の風景を主に撮ったのを展示して、ちょうどお盆の時期になりますのでお盆で里帰りされた方などもぜひ見てもらいたいというふうなことで、計画をいたしました。はい、そしたらもう小木のさまざまな風景がもう写真展示されているということなんですね。そうですね、はい、だいたい年間を四季を通じてというふうに思っておりますけれども、まあ、作品がそれだけ揃うかどうかもちょっと心配ですけれども、まあ、精一杯作品を集めたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ではもう一度イベントの日付とお問い合わせ先につきましてお願いいたします。8月11日から8月20日まで1階ギャラリーで開催します。
連絡先は0952-73-3556でございます。黒岩までお願いいたします。では最後にご覧の皆さんに一言お願いいたします。私たち荻野社友会は、歴史は古く、まあ、昭和30年代ぐらいから地域の皆さんで、こう写真の愛好家の集団です。まあ、そういう方たちが日頃荻野町の方をですね、まあ、いろいろ撮っておりますので、そこら辺をぜひ皆さんにご披露したいというふうでいうことで、計画いたしました。どうぞたくさんの方おいでいただきたいというふうに思います。荻を離れている方でも、荻市にお住まいの方でもですね、もしかしたらこの写真を見ていただければ違った荻がまた見られるかもしれません。ぜひお越しください。荻社友会の柴田さん、黒岩さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。8月22日に1回西九州大学サテライト教室で開催される身近な介護職を学ぼうにつきまして、西九州大学佐賀調理製菓専門学校の広瀬先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず介護職についてメニューなどを教えてください。はい、今回はですね、フレンチトースト、鶏のトマト煮、オクラと豆腐のトマ卵とじですね、で大根の冷たいデザートということで考えております。そうなんです、はい、美味しそうですね、はい、ただこちら8月のこちらの講座もういっぱいいっぱいになってしまったみたいで。そうなんですよね、はい、おかげさまでですね、はいはい、そしたら、まあ、こちらの、はい、まあうちの夢プラトギで開催される講座はちょっとそのようにもう募集が埋まってしまったようなんですが、はい、なんか9月に西九州大学の、はいはいはい、専門学校の方でですね、はいはい、これは介護職3級ということでですね、はい、開講しております。うん、まあ一般の方とかですね、病院とか施設とかお勤めの方がですね、まあ、それを取るということでスキルアップのためにですね、うん、おいでになっております。はい、ございます。それでしたら、まあ、こっちもしも参加されるんでしたらそちらの、はい、そうですね、はい、ただしちょっと12回ということで本格的に3級ということだからですね、うん、専門的なことになりますからですね、はい、はい、もしよければ、うん、学校の方にですね、うん、お問い合わせしていただければ、うん、はい、かしこまりました。はい、ではそのお問い合わせ先についてお願いいたします。はい、西九州大学佐賀調理製菓専門学校の方ですので、お電話番号は0952ですね、 22-2001 までお問い合わせください。はい、はい、お願いいたします。では最後にご覧の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、そうですね、介護職っていうとなんかこうドロドロしたようなイメージなんですけど、うん、やっぱそれはその方によっていろいろ違いますからですね、まあ、そういうこともありましょうけど、やっぱり作り手はその食べていただく人のですね、まあまあ、そのペースト状のあんがらですね、そういうのを食べていただいて美味しいかなというのはですね、やっぱ作り手は知る必要があると思いますのでですね、ぜひそういうのにですね、チャレンジしていただければと思っております。はい、8月ちょっといっぱいになってしまったんですが、はいはい、9月にもそういうふうに開催されるということなので、はい、ぜひぜひお問い合わせこちらご申請をよろしくお願いいたします。はい、西九州大学佐賀調理製菓専門学校の広瀬先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。8月26日に夢プラット荻で開催されるアルマで遊ぼうにつきまして、荻公民館の南里さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずアルマで遊ぼうということなんですが、どのようにアルマで遊べるんでしょうか。はい、今回アロマキャンドルというものを作ります。世界に一つだけのものになるんですけれども、瓶の中に可愛い生き物や綺麗な石を入れるようにしてみんなで楽しく遊んじゃうということになります。うん、もうこのような綺麗なアロマキャンドルがもうそういうふうに作れちゃうということなんですね。そうですね、はい、その日の当日に講師の方がいろんなものを持ってきますので、はい、自分が好きなものを入れて作るということになります。なるほど。
もう夏休みにぴったりということなんですね。そうですね、はい、8月26日っていうことで夏休みの宿題にはぴったりかと思います。はい、ではこちらのお問い合わせ先をお願いいたします。はい、小木公民館が問い合わせで 73-3215 になります。はい、では最後にご覧の皆様に一言お願いいたします。はい、先ほども言いましたけれども8月26日夏休み最後の宿題です。皆さんぜひ応募して体験をしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。夏休みにこういったあの綺麗なものが作れますのでぜひお越しください。小木公民館の成さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。249249249は西九。私たち西九州大学子ども学科です。8月26日土曜日1時からここ夢プラット小木で子どもミュージアムを開催します。私たちは小木について調べてきました。みんなで楽しく小木について学びましょう。夏休み最後に小木を学ぼう。これで8月分の夢プライベント情報は以上になります。今後も1ヶ月ごとに配信しますのでよろしくお願いします。また夢プラット小木ではイベントの情報をホームページやフェイスブックでも紹介しております。よろしければご覧ください。夢プラット小木へぜひお越しください。